新縁切り替え。少子は右肩上部へご点くださいの張り紙。少子、貼り付け済み紙幣のみならず、少子自体が直接市民に手渡されていたことが伺える。新縁切り替えとは、1946年2月16日有国に、紫出原内閣が発表した戦後、インフレーション対策として行われた、金融緊急措置令をはじめとする新紙幣の発行。 それに伴う、従来の紙幣流通の停止などに伴う、通貨切り替え政策に対する総称である。第二次世界大戦の敗戦に伴い、物資不足に伴う物価高及び戦時中の、金融統制の歯止めが外れたことから、現金確保のための預金引き出し集中の発生、また一方で、政府も、軍発注物資の代金生産を強行して実施したことなどから、 市柱の金融流通量が膨れ上がり、ハイパーインフレーションが発生した対策が背景としてある。この時同時に事実上の現金保有を制限させるため、発表翌日の17日より預金封鎖し、従来の紙幣は強制的に銀行へ預金させる一方で、1946年3月3日付で、休園の市場流通の差し止め、 一世帯月の引き出し額を500円以内に制限させる等の金融制限策を実施した。これらの措置にはインフレーション抑制とともに財産税法制定、施行のための資産差し押さえ、資産把握の狙いもあった。この時従来の紙幣の代わりに新しく発行されたのが A100 円券をはじめとする A5 券、いわゆる新円である。また新円切り替えの結果、 日本銀行打関権と表記されている社兵はすべて無効となった。インフレの抑制にある程度成果はあったものの、抑え切ることはできなかった。そのため市民が戦前に持っていた現金資産は日本国債と債権同様にほぼ無価値になった。少失家救援支援効果や1円以下の小学支幣は切り替えの対象外とされ、支援として扱われ、効力を維持した。 そのため小銭が貯め込まれ小学決済に支障をきたした。また市民は、救援が使えるうちに使おうとしたため、救援使用期限までの間は、当局の狙いとは逆に消費が増大した。占領軍軍人は生じする救援を無制限で、深淵に交換することができた。闇で、日本人から救援を割引相場で買い取って深淵に引き換え、リザ屋を稼ごうとする軍人も現れ、 発覚したものについては処罰されている。十分な新淵紙幣を日本政府が用意できないため、占領軍軍人への新淵支払いには B 円軍票が用いられた。また、新淵紙幣の印刷が間に合わないため、回収した救援紙幣に少子を張り新淵として流通させた。この際に少子そのものが闇市で出回っていたという証言がある。 消失期紙幣は後に新紙幣との引き換えが行われた。あと、十分な量の新淵の紙幣が供給された1946年10月末に廃止され無効となった。ありがとうございます。